僕が思うにですね、あの、無差別殺人をする人って、あの、人を殺そうとか、あ、殺してもいいんだって思うと、なんか無限の興奮ですね。あと全能感が出るみたいなんですね。その、そういう全能感が出てやりたくなると。で、その代償、自分がそれをやってしまったことにより受ける罰が。 たあと死刑っていう判決が出ても現実にはですね刑が執行されない場合もあるし執行まで何年もかかるので現実的にはですねその刑務所での引きこもり系生活が始まるとなので割安に感じるんじゃないかなと思うんですよ。 あの特に現実で引きこもり生活をしている人にとっては引きこもりやってると親から「そろそろ」とか言われたりしてどん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 家にいることがうざくなってしまってでも行き場所がないそれに比べて刑務所だったらっていうふうに考えるとあれこれって結構割安に感じるという言い方なんですけど自分にとって都合がいいエンディングじゃないのかなというふうに考えちゃうかなと思うんですよ。だからまずは 人を殺してもいいんだ。どうやって殺そう、誰をっていうふうに考える時のこの全能感とか高揚感っていうまあ恐ろしいものがまずあって、それに対するなんだか罰っていうのが割と安く感じるんですよね。だから犯人たちはみんなその弱そうな相手を探すんですよ。あの逆襲されない相手ですね。つまり。 自分を苦しめた人を復讐で殺すって言ったらそいつに逆襲されるかもわかんないので,です、ね、あの死刑になりたいから殺したという無差別殺人の人ってすごい殺しやすいというか逆襲されない人反撃されない人を探すんですね例えば車でその子どもの列に突っ込むにしてもですね絶対になんか自分が傷つかない方法を取るわけじゃないですか。だかか、か、ら、刃物でで刺すとかです、ね、あとあの車で引くとかそういうい手応えのある。 殺しているという手応えのある方法で実行しようとしているんじゃないかなと思います。